初滑りに向かいます。初滑りで万座温泉スキー場に向かいました。前の日の夜に山のふもとのヤンバダムのそばにある道の駅で朝を迎えて、これから万座ハイウェイを上がっていきます。で、万座ハイウェイを上がっていくとこうやって雪が見えてきて、ここは妻恋プリンスホテルの前の大きいヘアピンのところですね。ここ通るときはね、いつもカモシカが餌を探してるんですけど、今年は見れませんでしたね。で、あんまりね雪ないなと思いながらマンザハイウェイ進んでったんですけど、マンザプリンスホテルに着いたらですね、こんな状態の車とかがあるんですよね。ちょうどこの日から3日間ぐらいでね、もう記録的な大雪の日が続きまして、ニュースでも見たと思いますけど、関越自動車道で車が立ち往生しちゃったあの日ですね。で、これが今年の初滑り1本目ですね。思ってたほどね雪はなかったんですけど、圧雪に軽い、非常に軽い雪が15センチくらい、すごい滑りやすい状況でしたね。まあ、それでもまだ初滑り期間ということで、このプリンスゲレンデのみオープンしている状態でした。ですので、まあ、足慣らししつつ、あと新しく導入した道具なんか、まあ、GoPro とかですねのテストをしつつですね、何本か滑りました。もうちょっとね雪がたくさんあるのかなって思ってたんですけど、なんかどうやら強風で全部飛ばされちゃってて、ゲレンデの真ん中にはねやっぱりうっすら15センチぐらいしかなかったんですね。それでもねコース脇の吹き溜まりはねもう30から60ぐらいあったりしてね、こうやってね突然深いところはまっちゃったりやられたしましたね。これで気がついたんですね、吹き溜まりは深いぞと。で、この時履いてる板が普通のあのディレクショナルの板なんで、ちょっとパウダーあんまり得意じゃないんですけど、後傾で滑ることはできるんですよ。ただね、やっぱりパウダー深いところはねパウダーボードの方が面白いんで、ちょっとそう今回持ってきてるんでね投入しようかななんて考え始めたところですね。で、リフト下がね結構深かったんで、ひょっとしてコースの左側スキーアーズレフトっていうんですか、端っこの方だともっと吹き溜まり溜まってるんじゃないかなと思ってねチェックしに行ったんですね。この辺もねちょっと深かったんですよ、ホテルの前で。ここからですね、なんか良さそうな雰囲気なんで行ってみたんですけど、おいおいおい、もうね深い雪見つけてね興奮しちゃってるんですね。いいね、非常に軽い雪がねもうこれ膝からももぐらいですか、60センチぐらい吹き溜まってましたね。浮かね、浮かね、なんか、なんか言ってますね。一応まあ普通のボードでも深い雪のところは滑れるんですけど、ちょっと後傾で後ろ荷重で滑ったりしないといけなかったりしてね、後ろ足がちょっと疲れやすいんで、やっぱりパウダーボードを出そうかなっていう気になりましたね、この時に。でもこの時すでにねもう昼過ぎてたんで、
ちょっとランチでもしようかってことで休憩を取ることにしました。それでやっぱりね、今回初めて導入したバートのステップオンシステムですか、やっぱこれ楽ですよね。履くのも楽だし外すのも楽で、これ絶対おすすめのシステムだと思うんですけどね、まだまだ値段が高いのがちょっとネックですね。でここがプリンスゲレンデの下にあるレストランアリエスカって言ったかな、あ、アリエスカですね。でやっぱりね、なんかプリンス今ダウンヒルみたいって言いましたけど、醤油ラーメンもあるよ。とりあえず席取る？プリンスホテル系列のスキー場にある施設っていうのはなんか雰囲気似てるんですかね。これ6日町八海山にあるレストランダウンヒルとこう雰囲気そっくりなんですよね。行ったことない人にはちょっと何のこっちゃって話ですけどね、なんかちょっとこうホームゲレンデに来ちゃったような気分になりましたね。で注文をして待ってる時に外を眺めてたんですけど、やっぱりねバッカンバッカン降ってるんですよ。でも風も強いんでね、全部飛ばされちゃってて、ウィンドリセットかかるって感じですかね。吹き溜まりがどん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 また埋まっていく。ずっと降ってくれればいいんだけどな。うん、まあメンツルになるほどじゃなかったですけどね。でこれがなんか名物のなんか可愛いカレーと、まあ、あと僕は醤油ラーメン食べました。で、まあ、ご飯食べた後パウダーボードに乗り換えて後半戦ですね。普段自撮りっていうのあんましたことなくてヘッドマウントの撮影ばっかりなんですけど、試しにねちょっと滑ってる姿を撮ってもらったんですけど、なかなかなんていうんですか、撮られ慣れてないせいかこうかっこいいし、なんていうんですか、滑り方というかパウダーの上げ方とかよくわからなくてね、ちょっといろいろやってみたんですけど、こう見た感じね、なんかいまいちですよね。 GoPro なんでね望遠がないんでしょうがないですけど、もうちょっとこう、まあ、あと5メーターぐらい手前でパウダー上げたい感じですね。まあ、あるいはね、もうひたすら直下ってでっかいパウダードッカーンって上げる、なんかそういうの研究してるお友達がいるみたいなんでね、今度会ったらちょっとコツをね聞いてみたいななんて思いましたね。この映像を見てみたら、あ、来ましたね。自分の姿なんてねめったに見ないんでね、うん、やっぱまだ踏み込みが甘いなと。まあこんな感じでね1日目が終了しまして、これが泊まったホテル、プリンスホテル、マンザープリンスホテルですね。でね、とにかく夜もね風がすごい強くて、これホテルの喫煙室なんですけど、もう聞いてくださいこの音、もうビュービューじゃないですか。喫煙室の中にまでね雪が入り込んじゃっててね、もうめっちゃ寒かったっすね。喫煙室すんごい寒いんで、いつ行っても誰もいなかったっすね。あ、喫煙室ですね。で起きてみたら、次の日の朝見たらこんなになってましたね、案の定。もうねすごい風だったんですよ。それとね部屋の窓もねこんな感じにもう雪で埋まっちゃってましてね、もうこれはもう期待できそうな感じでしたね。でこれは2日目ですね。まあもっさもさ降ってるんですよ。なんかキョロキョロしてますけど、あれ手に持ってるのはね GoPro カルマグリップってやつですね。いわゆるジンバル、でもジンバルにちょっと古い GoPro のヒーロー5っていうのを乗せて、まあ、今このヘッドマウントしているお姉さんを後ろからこう追い撮りするというシーンですね。やっぱねヒーロー9これ完全水平維持、画質も綺麗でね、やっぱ新しいカメラはいいなって思いますよね。
なんか声が聞こえてますね。後ろから追い抜いてったんですね。自撮りですね。でこれが僕が手で持ってたカルマグリップで追い撮りするところですね。でもこの日もね、何ですか、40センチから60センチぐらいこの辺は吹き溜まってて、まあなんかパウダーは面白かったっすね。もう完全にもうパウダー見つけてね、興奮しちゃってるんですよ、ね、って感じでね、もうあっという間に午前中終わっちゃいまして、これランチの五目そば美味しかったですね。これは何だろう、これはおうどんですかね。午後の部です。で今回の初滑り手はね、このパウダーボードも新しい道具だし、ステップオンも新しい道具だったんで、それの感触を試すっていう目的もあったんですけど、今これが僕が手で持って撮影しているのが、ボートヒーロー9に、まあ、魚眼レンズのマックスレンズモッドっていうのをつけて撮影、自撮り撮影しているんですけど、今までこう自撮り撮影したことなかったんですよ。でなんでかっていうと、別にこう滑ってる姿を後から自分で見たいんじゃなくて、やっぱりこうどんなところをどんな目線で滑ってたのかが見たくて、ヘルメットマウントを活用して今までこうずっと何年間も撮ってたんですけど、やっぱりね、臨場感がないくなっちゃうから、やっぱヘルメットマウントがいいなって思ってたんですよ。ところがね、やこのヒーロー9に魚眼レンズつけると結構こう臨場感ありませんか。なんかね、こう結構臨場感あって面白いこう映像になるんで、これ意外に予想外にいいなと思いましたね。こんなシーンなんかもね、意外にこう臨場感があって、まあ、自分で見てても結構楽しいなって思いましたね。今までこうヘッドマウントばっかりだったんですけど、このシーズンはこう手持ちで完全水平維持のモードでこうぐるぐる回しながら撮影してみようかなって思いました。でレンズモッドつけてるとね、完全水平維持っていうモードがあって、ほらこんな感じでね、こうカメラ下向けちゃっても映像は逆さまにならないんで、これすごいスノーボードをやる人だとね、面白い映像撮れると思うんですよね。パウダーもね、ウィンドウリセットっていうのかな、ちょっと休んでるとね、どんどんまた埋まってっちゃって、もう延々とこう深いところをね、初滑りから滑れたんでね、すごい充実した初滑りになりましたね。今年いっぱい降るといいですね。でこれがね3日目なんですけど、まあ3日目も滑ってもよかったんですけど、強風でねリフトが止まっちゃってたんで、もう今日は滑らずに帰ることにしました。でこれマンザプリンスホテルから嬬恋の方に抜けていくマンザハイウェイなんですけど、もうねあんまり雪なかったっすね。山降りてきたらもう全く雪なくて、ほんとマンザ周辺だけ、白根山周辺っていうんですかね、その辺だけにしか雪はなかったんで、もうね快適に帰ってこれましたね。で今これ向かっているのは、まあ、行きの途中でも寄ったね、これヤンバダムのそばにある道の駅ですね。でここのね道の駅には、まあ、山直とコンビニとかあるんですけど、コンビニなんかだとねダムカレーパンなんていうね、なんか面白いパンも売ってましたよ。あとレストランもありました。結構おすすめの道の駅ですね。でもね、まだちょっとお昼には時間が早かったんで、
地元の人に人気だっていうね食堂がもうちょっと渋川寄りの方にあるっていうんで、そこに向かいました。この道路の左側がヤンバダムがあったのかな。結構いい道があるんでね、これ知らなかったんですけど、昔はなんか草津万座っていうと細い道をずっと行かされるようなイメージだったんですけど、今はね渋川の市内からね結構山の方に向かって結構いい道路ができてて、なんか上新道とかなんとかって新しい道路をまだ整備中でしたけど、そこも一部通れますんで、昔に比べてねかなりこうアクセスしやすいスキー場になってきたかなという気がします。やっぱりね草津とか万座っていうとね温泉ばっかりが有名で、スキー場はねそれほど特徴のないスキー場なんでね、結構敬遠しがちだったんですけど、こんな感じでこう本当にいい道路できてきてますんで、まあ、行ってみたらいいと思いますよ。雪質はバッチリですからね。とかなんとか言ってたら到着しました。ここが町の一人人気だという食事どころ、大月食堂っていうみたいですね。こんな見た目なんでね、うっかりこう見逃しちゃう感じのなんかドライブインみたいなところなんですけど、これが1300円、もうねお昼からねヤキヤキしちゃいましたね。石ドラみたいな感じですね、海苔が。とまあこんな感じでね3日間の初滑り万座温泉スキー場終わったんですけど、まあ次回はねクリスマス前後もしくは年末年始に、まあ、僕のホームゲレンで六日町八海山スキー場に行こうかなと思っております。でこれはね最後にねマクアラインを越えたアウトレットにあるねあお寿司屋さんでいつもこうシャコを食べられるんで、シャコを食べて帰りました。まあこんなんどうでもいいか。